そうですねはい、はい、他にありますかまあこちらに戻ってあの、うん、他にも使えそうなものありましたらガガンガン使ってくださいまあいずれにしろ、うん、学習者さんあってのことなので何が来るか、ね、一番今までビビったのがね、うん、<laughs> ラッパーが来たラッパー。 来たね、アメリカのね、えーはい、すんごい日本語が上手なラッパーが来て、うん、で私何するのって感じでね、うん、で、あのー、彼にしてみれば日本のこんな有名なラッパーがいるって言われて初めてラップの世界を、えー、私も調べて、はい、こんなすごい人がいるんだと、はい、そこで私がラップの知識では太刀打ちできないから出したのが、はい、なんと100人一首なんですよ。 山通りの「山鳥の」の「しだりをの」になるとあれちゃんとインフんでるからねそういう和歌のイン踏みで出したで「ふーん」でパッ「そうですか」でまあなんとかやり過ごしたけどあれは一番ビビりましたねラッパーに何出すのって思って日本語のレベル完璧ということはコンテンツで勝負しなくちゃダメでで相手に響くのはコンテンツ何かなって一生懸命考えてそれで「セミマル」とかね持ってきたの。<laughs> <laughs> もうその人だけなんんて効率が悪いんですもまあこれがプライベートのオンラインかなと思,思いますうん。なんかすごいエピソードが面白くてあの <laughs> もうこれでリコーディングしてまた他の方たちにシェアできるなっていう感じもありますけれども <laughs> う<ん>あのそういうねやっぱりお勤めしてるとまあお勤めの悪口になってしまうかもしれない。 うん、まあお勤めしてると学校にってことうーん学校であれ、うん、ねあの、まあアダルトスクールもスクールですね、うん、あのそういうところのまあ規則というかあれがあったりでもね、はい、それはみんなおっしゃるねもう教科書ポンと渡されちゃうから、うん、これはなきゃだめだっていう、はい、みんなの日本語でどうやってコミュニカティブにやるのってあれはあのかなりあの無理ゲー無理なゲームなんだけどそれをうちらはやってた。 やってたんでほかに教科書なかったからもう今から20年も30年も前はねでそういう時が時代があって今は自分いると思ってるから今あのどうやればいいんですかっておっしゃる方もめげずにあいいあの機会もらったと思ってね作るのにどんどん挑戦してほしいと思いますよやったから今がある私絶対ありがとうございますそうやってそうラッパーの人が来ても そう,ね、そうよ、ね、あのポエム、ポエムの感覚で、あのね。うん、もう本当に、それで、その人も百人一首を知る機会が。そうそうそう,そう、日本文化紹介できたと思って。お <laughs> お、そうですね、私、こ、私事ですけども、本当。生徒さん、学習者の興味って、どこなの、何なの、どこなの、何なの、もうそれ一本ですね、今。うん。 あのとにかく何が好きなんですか何が好きですあれが好きですチョコレートが好きですって言ったらチョコレートの話をするとかね。まあ学校でお勤めの方々もできなくはないんですよね,、うん、そのね教科書にあったからこれを持ってきたっていうのもできるしね。この間ねもう一つ日系の方がねこのビデオを見たいって言ったのあんこの作り方。<laughs> あどうしても<う>、うん、南半球の方でどうしてもあんこが食べたいでも周りにないからあんこ作りたいで YouTube のあんこ出してきてあんこの作り方って日本語でだーっと流れてるのそれ教材にしたことあります中級の方2時間2時間ぐらいだったのかなで YouTube とか動画見る、えー、ときはえっとあれネットフリックスも YouTube も字幕つくのあるじゃないですかはいあれ渡してまあそれざーっと見てこいとあとあと丸抜にして それから YouTube のそれぞれのあんこの,そのこのアク取りしてるとことかそれから砂糖混ぜてるとことかこうあの切り取ってねじゃあこれ順番並べてってそういうのやった後に N3 レベルぐらいの料理用語を入れたかなうんでもこれが見たいと思ったのねその方は理解したいとで日本語も分かりたいって思ったそのモチベーション大事にしたかったからうん それであんこあんこの作り方、でももう喜んで日系の方だしね、あんこ作るかどうかわからないけどあの喜んでもらえて嬉しかったですね。ああバッチですね。やってみたいとかそれがいやもうそれ本当にモチベーションにつながってますねう難しいよってねチャットで来るんですよ先生わからないよ難しいよあそううんうんでもそれ見見たい気持ちがあるからねうん。 なんぼこう字幕の見ても難しいよって言っててじゃあ今度一緒にやるからそんなにしんどくなるまでやっちゃダメだよって楽しくなきゃ続かないからね、うん、そこで、あのー、こうチャットで少しずつフォローしながらそれでセッションの時はセッションでしかできないことをしたいと思ってますあの今あのフリップクラスルームって、まあ、英語で言うんですけど、うん、なんて言うんですかあれ あっと今までだったら教室でやってたことを、あのーうん、宿題としてやってもらってそして帰ってきた時は、うん、あの帰ってくるっていうかクラスでこうやってね、うん、会える先生と会える時はこうもうカンバーセーションだけに撮ろとかそういう感じそういうのを使ってますかそういうアプローチ。 アプローチ考え方としてはあります、うん、あのこう今あのこう同時に同期しないとできないことっていうのにはもうそれに集中してお金もらってる時間だからねだから考え込むような時間じゃなくて助けて言えてっていうようなちょっとドリルとかねそういう時間にしてます読み書きを教える時どういう教え方されてますか読み書き 気はあ読みはあんまり今ニーズなないのか読む時だあ上級で読むやった時は、うん、さっきの、はい「JAPANIO」「IO」を渡してポーンと渡して読、えー、う読んでこうになっちゃうからね、うん、読んでこうなっちゃうからあと意味を聞いたりそのあと語彙で使えるかどうかっていうので語彙はあのこっちで問題作っといて、うん、でちょっとやら話しながら解いたりしてる。 そううん、でドキュメント共有 Google の作文の時は、はいはい、で先に書いといてってポーンと渡しといて、はいえー、セッションの時にはそのコレクションしたやつをオーバーディスカッシングであのお互い納得いくまでにやる、うん、作文のコレクションというのはこれどういう意味で書いたのかなって思う時今までよくありましたじゃん、うん、あそういう時に確かめてあじゃあこの形にしましょうって決められるのは同期で作文をやる時のいいところだと思ってます うーんうんそですねクリエイイテティィブライティングイティ先生が書いちゃったら先生が書いちゃったらもともと違うかもしれないからちょっと確かめたいっていうのがあるのねでこれがあの同時だったらできるんでそれをドキュメントでやってます。うん、Google ドックのシェアでねうんうんそう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 ,うんで両方からできる、ねうん、ということは大体いいマンツーマンが多いんですね。 そうですね。グループやりたいけども、ね、あの趣味の方では今日も,今日もグループやってたんですけどね。うん、<laughs> 謎などの答え一生懸命みんな考えてたから。なぞな謎って、いかがですかそのスムーズに行きますスムーズ えーっと優しいの難しいの、うん、いろいろなんで、うん、困ってるところもあるでも困っててもうクラスじゃないからね、うん、これ私がやってるその趣味の方は別に評価取るわけじゃなし何でもいいから話してるの場を空けてるだけなのでわからなかったらそれスペイン語でばあ喋ってていい案にしてる。そうーん私はちょっと手伝いに入って。はい そういう時に、あの、あ初めて日本を話すんですっていうのは、人聞くともう震えるね。うん、嬉し,い、ね、嬉しいさで。嬉しいですね。うんうん、私のミッションは、日本人もちょっと入れることなんですよ。ミッション、ミッション、いいミッション、少し、もう少し聞かしてください。えー、ミッション。はい。あのー。私が日本にいるメリットは。日本人を引っ張り込むこと。 だから私はスペイン語を勉強している中でスペイン語を勉強している日本人いるからそういうのを連れてくる、うん、あるいは日本語の先生を連れてきて私よりもっといろんな人の日本語を聞かせてやりたい。はい。だから日本語の私たち先生のミッションというのは20世紀は教えることだったのね。はい、<laughs> で、えー、20世紀になってから前の世紀が分かる日本語だったのが今度 できる日本をコミュニカティブにしなきゃいけないって思って。コミュニカティブにしなきゃいけない。それが今までの10年間だと思ってる。でこれからはもうコロナのおかげでっていうはコロナのおかげで伝える、伝わる、つながる日本語にしなきゃいけないと思ってる。これ教師のミッションだよ。これはあのポットでの先生じゃできない。だってあのコミュニティがいるもん。だからこれは時間かけて日本なら日本。私の場合は あのラテアメリカだったらラテアメリカの方のコミュニティ向こうの先生これを一つ一つつなていって、まあ、こういうズームとかあるからねそこでつながる場っていうのを作るのが仕事だと思ってるうんはい私たちもそういう、うん、それですねあのもうもうツールは持ってらっしゃる、うんうん、ツール持ってるらっしゃるじゃないでそのこういう、えー、とコンテンツを作りましたとそのコンテンツについてこう両方が 会えるよような場所があればいいですよね特に在外だから、はい、ノンネイティブの先生のなんか話す場ができればいいなと思う。う作りましょう。私は向こうのノンネイティブの先生にどれだけ助けられたか<ー>やはり考え方がね、うん、あの全然違うし、はい、やはり在外で学習者増やそうと思ったらノンネイティブの先生に母国語で 早いんですよ、うんうん、で私らはそこから中級レベルに引っ張り上げるそして普通の日本人と話せるそしてレベルの高い、えー、アジアアジアの日本語学習者と肩を並べられるところまで持っていきたいそれはミッション。ね。そう,なんねうん,そうなん あの特に別にかしこまるっていうかかしこまるっていうかなんていうんですかあのコンファレンス今までね私と坂本とコンファレンス私たちこのプロジェクトを発表できるような場所にあのどんどん行ってやってきたんですけれどもあの別にそのかしこまったところに行かなくてもいいんです別になんていうんですかねそういう集まりにねやっぱりこれからちょっとその。 南アメリカに進出していきたいとは思ってるんですね。<laughs> じゃあまずメヒコだよ、メヒコの JF。そう、うん。まずメキシコにだいぶいるから、あ,<ー>あの辺りがそのず、うん、だん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 南に流れていくんですよ、情報が。うんというのも、みえー、南米の JF は、えー、とブラジル、サンパウロだから、どうしてもやっぱポルトガル語なんですよ。はい。だからこの他のところっての、ね、メキシコから情報もらってる、カリブ、メキシコから。 だから、ちょっと南にずれていただくだけで、非常に広がりようが違うと思いますよ。うん、うそうですね。わかりました。あの、一緒にお願いします。<laughs> い,やいや、まあ、まず、活躍を期待しております。<laughs> <laughs> アカデミックのところ、アカデミックのところで、やっていただいた方が、広がる早いからさ。うん、いろんな先生集まっ、うん、集まってらっしゃるからね。うん。うん。から、私は、し、顔の知ってる先生と、あちこちで、うん、あの、やってる。 下がじわじわじわと来てるので、どっかが合えばいいなと思ってます。そうです。その合うところね。そう、あのー、皆さん。お一人一人、あのー、ね、できる範囲で皆さんやってらっしゃるから。うんうん、で、そこのところに、別にそれを変えてくださいとか、そういう意味じゃ全然なくて。あのー、本当に、その良さ、先生方の良さも一人一人持ってらして、それを。うんうん どういうふういいふにあの使っっててけるかっていうのが私はね、別に変えてくださいっていう意味じゃないけどちょっと気づきを与えて与えることができればその人権だったり、ね、それでやっぱり自分がどんな人間ですってこの場合も佐藤剛作等やあの,やあの、うん、誰にも話したことなかったけど <laughs> 実は私はみたいなね私だけじゃないよってああいう感じっていうのは私も今思いましたけど。 ちょっと日本語が遅れてるって言ったらおかしいけどもう使ってないから日本ではどういう言い方するんですかっていうのを、うん、そういうの、うん、そういう人たちと一緒になってなんか一緒に勉強するっていうのは私にとっても嬉しいですよね。うん、ただ、うん、私たちの学習者もんかこう共通するところが先生とあったり、はい、他の,あの学習者と 友達と会ったりとか。そうですよ、先生と生徒じゃないもん。ないよね。ね、はい、もうお互い、いつでも立場は、入れ替わるもんですよ。入れ替わりますね。うん。で、そこに気がついた時に、日本語で話せるっていう、喜びっていうのは、大きいんじゃないかなって、思いますね。そう触ってほしいです。はい。ありがとうございました。<laughs> 他に何かつけたくすることあります?。 えー、よくしゃええっとえっとと世界の <laughs> 日本語教師に、えー、呼びかけの言葉とかありますよ <laughs> あそれはもうささっき言った3番目のミッション。私たちはつながるのがミッションです。えー、学習者と私たち教える側、教えてるってだめだね、提供する側もそうだけれども、はい、そのそれぞれのフィールド。 教師は教師同士それから学習者は学習者同士どんどんつながる輪を広げていきたいなと思ってますこれからの抱負っていうかこれから他の国に<富>あのいらっしゃる計画とかな,ないあのさ日本にいるのが一番のメリットになっちゃってる。うん もうどことでもどことでもつながれるから、うん、今日本に来たいでも行けないっていう人に日本のものを見せる聞かせる伝える日本にいいいるメリットの方が大きい大ききですねそれとあとねリアルで、ね、あの本当にあのどかあのこかシェアハウスじゃないけれども。 リアルで会える場所、本当にコロナ終わってからね、うん、来たら待ってるよって言え場所が欲しいなと、密かに考えています。うん、そうですね。<laughs> バーチャルじゃない部屋。<laughs> はい、もっともです。本当、<で>私もそう思ってます。ね。同じく。うん、はい。今日はどうもありがとうございました。では、こちらこそ。<laughs> はい、楽しかったです。また、お願いします。<laughs> 機会があれば、ぜひ喜んで。